こんにちは。本日はですね、IBF 世界スーパーフライ級タイトルマッチで、王者のジェレミー・アンカス選手が、11月に、10度目の防衛戦を行う可能性があると。でそこで、現在 IBF の、世界ランキングに、ランクインしている日本人選手が、候補に上がっているというところで、本日はですね、短くまとめてみました。はい。まずですね、このアンカス選手といいますと、現在 WBO チャンピオンのヨーク・カツ選手の、対抗王者でもありというところで、統一戦の話があって、で、まあ、注目のね、浴びてる選手の一人と。で、2016年に、アローヨ選手から、王座を奪取して、現在、9度の防衛に成功していると。それも全部海外での防衛戦で、その渡った国っていうのが、5カ国と。で、目標としている、のは、2冠王者のエストラード選手との、統一戦と。で、前回は、4月に約1年半ぶりに、試合を行って、そこで、勝利を収めて、9度の防衛に成功していると。で、次戦は選択試合になり、アメリカでの、開催となる見通しと。で、陣営は、5位の石田選手、8位の、福永選手、10位の、堀谷選手、そして、先日3度の防衛に成功した井岡一選手を、まあ、候補として挙げていると。で、まあ、交渉をするっていうところで、まあ、日本人選手がね、アンカー選手にかなう可能性があると。で、石田選手って言いますと、現在 IBF 5位。で、戦績が31戦29勝、15KO2敗の、元日本スーパーフライ級チャンピオン。で、福永選手が、IBF 8位で、戦績が18戦14勝、14KO。4敗と。で、WBO アジア太平洋王者、日本チャンピオン、東洋チャンピオン。で、この福永選手は、10月の2日に、梶選手との対戦が予定されていると。で、古谷選手は IBF 10位の、戦績が、13戦9勝、3KO 4敗と。で、タイトルがなくて、戦績でね、上がった感じですね、うん。で、元日本チャンピオンの奥本選手で、東洋チャンピオンの中山選手を、相手に白星を挙げるといったところで、まあ、この、ね、2選手が、直近の試合というところで、まあ、この選手たちを倒して、世界ランキングに入り込んできたというところですね、はい。で、まあ、この中で福永選手はね、10月の2日に、試合が予定されているというところで、まあ、ここで言うと、一番可能性がない選手なのかなと。となると、やっぱり、順位的にもね、石田選手、そして、古谷選手、で、まあ、井岡選手っていうね、話もあるんですけど、まあ、この間ね、ロドリゲス選手と、試合を終えたばかりと。いうところなので、やっぱこのね、日時11月っていうことを考えると、石田選手、まあ、古谷選手で、まあ、ランキングで言うと、優先的に、上位の石田選手になる可能性があるのではないかというふうに思います。はい。まあ、いずれにしても、井岡選手との、統一戦が見たいわけなんですけど、まあ、この11月に10度目の防衛戦を行うのであれば、石田選手が濃厚なのかなっていうふうに、まだね、決まってはないんですけど、私の見解としては、そう思います、ね。はい。で、まあ、試合もね、まあ、面白い試合にはなるとは思うんですけど、やっぱり、このね、井岡選手以外の選手と、まあ、決まった場合、やっぱりアンカー選手の勝ちは硬いんじゃないかなと。まあ、決まればね、勝敗予想なのかもじっくりやっていくとは思うんですけど、まあ、今ある、この候補の中で見ると、まあ、そのように思いますね。はい。というところで、まだ、本決まりではないんですけど、一応ね、11月に、10度目の防衛戦が、ある可能性があるといったところでした。はい。皆様ですね、ぜひコメントの方があれば、お寄せくださいませ。